本日は株式会社バルス代表取締役社長高島文夫さんの方にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずですけれども、はい、現在の事業内容を聞かせていただけますでしょうか。インテラショップを経営してますけども、はい、フランフランという店が約90店舗ほど、日本とそれから香港、それから台湾にありますね、はい、それからバルス東京という新しい業態の店が全国に3カ所、はい、それからアジトという割とハイエンド の, インテラショップが1箇所、あと甲風炉というアンティークの店が1箇所ですね。なるほど、はい、まずですけど、その創業のきっかけっていうのをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。もともとは前その勤めていた会社のですね、新規事業で、始めた会社でして、まあ前勤めた会社って家具メーカーでしたけども、その家具メーカーでその百貨店とかあるいはその家具屋さんとかね、そういうところで卸していく以外のルートで販売していくようなビジネスを始めたいなと思って作ったのがこの会社です、それはそのサラリーマンの時代から会社をいつか作ろうとか、いやいや全然そんなことはなくて、たまたまそれを担当してたからなんかお前がやってみればっていう感じで始めたんですか。そうです、でそれがそれでその会社っていうのは そのままこう流れでフランフランに、もちろんその事業そのものは、そのあまりうまくいかなくて、まあ、3年ぐらいで相当赤字が貯めちゃいましたけど、はい、それで、まあ、90年に会社を作って92年にそのフランフランの1号店を作って、はい、それからどっちかというと事業代は小売の方にシフトしていきましたね。その小売の方にこうシフトしたきっかけってのはどんなの？それもたまたまで、たまたまですか。まあ、割と高級な家具のショールームを構えてたもんですから、それをまあ移設しませんかという話があって、たまたまその場所が天王洲アイルという場所で、そこでちょっと高級な家具やってもらうっていうのがあって、まあ、それでじゃあ天王洲アイルという場所でなんか小売でもやろうかなと思って始めたのがフランフランですね。ああ、そうですか。もうこうたまたまそういうこうきっかけの流れで、なんていうかな、他の会社のいわゆる社長さんみたいに、なんかいずれは起業しようとか、そういうのはあまりなかったですね。でもそのやり始めでどんどんこう夢が広がっていったっていうような、そうですね、やはり会社をやるっていうことはそれに大きくもしなきゃいけないし、まあ本当に自分でそのなんか起業してなんか自分がそのお金持ちになりたいとかそんな感じで始めたわけじゃないので、なんかサラリーマン時代からその会社とかあるいはその自分の担当だとかっていうその事業についてはやっぱ大きくしていくっていうのは一つ、なんか大きくしていかないと自分の存在価値がないんじゃないかっていうのも思ったし、そんなで自然とその、まあ、会社を作ったらやはり成長させていかなきゃいけないなって思いましたけどね。なるほど、まあ、最初からその、まあ、こうお金を欲しいとかそういうことではなかったってことですね。じゃないですね、なるほど。でまずその、まあ、いろんな苦労されてると思うんですけども、これフランフランを創業しての苦労ってどんなような、まあ、創業した時がその会社は相当赤字でしたから、約8000万ぐらいの赤字かな、でしたから、それを跳ね返さなきゃいけないんで、小売っていうのはそのまあまあ日銭商売って言いますかね、そういうもんですから、なんか笑おうもすがろうもいいじゃないけども、まあ日々10万20万の売り上げっていうのがすごくまあリアリティもあったし、まあこういうまあチャンスがその巡ってきたというか、まあ、これを元にその拡大していけばその会社の赤字もいずれは埋まるかなと思いましたけど、最初からこう調子はよくスタートしたんですか。そうですね、割と調子良かったですね最初から。